アジサイ、佐藤春夫。あの人があんな風にして、不意に死んだのでなかったら、仮にまあ長い患いの後ででも、亡くなったのであったら、きっと、あなたと私とのことを、例えばいいとか、消していけないとか、 何かしらともかくはっきりと言いおいたろう。私はどうもそんな気がするのです。でも、あなたがあれから七年も経つのに、どうして今日まで一人でいらっしゃるか、また私がどうして時々お説教を聞きに出かけたりするような気持ちになったか、その訳をあの人は、 口に出しては言わなかったけれど、ちゃんと知ってはいたのですものね。それならばこそ、私を一層優しくもしたのでしょう。そのことを思うと私は、それだけに、またどうしていいか心が迷うの。そうして私とあなたとが、こんな話をしていることも、 またこんなことを思ってみることも気が引けてならないのですわ。そう今のさっき目に涙を溜めながら女の言った言葉を男は自分の心の中で繰り返してみた。そうして女がどういうわけでそんなことを言うかという心持ちが男にもわかるように思えた。 それにつけても、あの時から言おうか、言うまいかと思い惑うていることを、今も、女に打ち明けようかどうかと考えたりする。それは、まったく、私はあの後、幾度あの男が死んでさえくれたら、と思ったことがあるか知れないのです。あなたの夫が、 あんな風にして溺れ死んだその瞬間にも、私はもしかすると、遠くで何も知らずにではあったが、それを思い詰めていなかったとは言えないのです。実際、それほどたびたび私は、そのことを思ったのだから。男が言おうか言うまいかとしている言葉というのは、それだけのことである。 六畳の仏壇の間に青白くやつれた病児六つになる女の子の枕元から少し隔たれたところに女は座っているさっきからごく低い音で三味線をもて遊びながら目を畳の上に見据えているその同じあたりの畳の上を見入って男も 今言ったようなことを考え続けていたが、そんな神経質な考え方を突き放そうとして、目を上げて女の横顔をじっと見た。肘枕をしている男の目には、女の顔が少し紅を帯びてきたように思えた。その時、 部屋の中が少し明るくなったと思うと、障子の腰に薄れ火がさした。あら、日が当たってきたわ。独り言のように女は言って、身を浮かせながら障子を引いた。雲に絶え間があって、さみだれの晴れまである。女は空を見上げてから、 意味もなく男の方を見返った。少し不自然に歪んでいる笑い顔であった。まだ乾ききらない、今のさっきの涙と笑いとで、女の目は輝かであった。今まで女の横目を盗み見ていた男の目は、女のその眼差しを眩しがるように避けて、 視線は庭の方へ向けられた。軒から雨だれが光ってしずくしている。紫陽花があってもいい庭ですがね。男はつかぬことを言った。女は答える。嫌ですよ、紫陽花などは。あれは病人の絶えない花だと言うじゃありませんか。そう。 そんなことも言いますね。女は再び三味線を取り上げた。男は急に肘枕から起きて座り直した。彼は、周り口に人が来ると思ったからであった。ばあやがもう帰ったのかしら。女もそう言った。眠っていた子供が、突然、 その時、けたたましく泣き立てた。母親は、今取り上げたばかりの三味線をそこに置くと、子供の枕元へにじり寄った。お父さん、お父さん、お父さん。子供は、母の顔を見ようともせずに、そう叫び続けた。どうしたの どうしたの夢を見たのね。女は、哀れみをこうように男の方を見やりながら、はじめは子供に、そうしてだんだんと男に言った。本当に変な子ですよ。今になってお父さんばかり恋しがるのよ。それにここでなきゃ、仏壇の場でなきゃ、 寝ようとしないの。男はそれには答えようともしなかった。心臓が不思議に早く打って、耳鳴りがするのに気がついた。女はふと自分の背後を振り返ってみなければならなかった。そこにはしかし、元より何もなかった。 ただ病み疲れた子供は、痩せ衰えて、一層大きく、一層透明になった黒い瞳をパッチリと見張って、母の肩越しに、空間を、部屋の一偶をいつまでも凝視した。